フリードリヒ・シュラヤマハー、フリードリヒ・ダニエル・エルンスとシュラヤマハー、1768年11月21日から1834年2月12日は、ドイツの経験主義の影響にある神学者、哲学者、文献学者。日本語では、シュライエル・マッヘル、シュライエル・マッハー、シュライアー・マッハー、シュライアー・マッハーとも表記されるが、日本シュライアーマッハー協会は、 原音に近い感銘な日本語表記として、シュライアマハーで統一しようとウェブサイト上で提案している。1768年11月21日、シュレジエン地方ブレスラウ、原ポーランド領ブロツワフで、改革派協会の牧師の家庭に生まれる。1783年、ニースキーの寄宿制高等学校で生活し、1785年に、 ヘルン・フート兄弟団のマクデブルクの神学校へ入学。1787年、ハレの神学校に移籍し、ボルフ派のヨハン・アウグスト・エイバーハルトに指示する。1790年に、進学試験に合格し、フリードリヒ・アレクサンダー・ツードーナ・白尺、家の家庭教師の職を得る。1793年、教員養成所教員司法となり、翌1794年、 改革派説教者、ヨハン・ロレンツ・シューマンの助手となる。1796年には、シャリテ事前病院の牧師となる。1804年1月、ビュルツブルグ大学の進学教授となり、同年10月にハレ大学に移籍するも、1806年にハレ大学が閉鎖される。1811年、ベルリン大学教授、初代進学部長に就任。 1834年2月12日、肺炎により、ベルリンにて死去。自由主義神学、リベラル派の祖とされ、近代神学の父とも評される。ロマン主義の神学者として知られる。次長、宗教論において、宗教の本質は、知識や行為ではなく、直感と感情であるとした。感情を中核にした、信仰概念の把握を解くとともに、 近代聖書解釈学を代表する人物である。哲学者としては、通常ドイツ関連論に属する思想家として把握される。文献学、聖書解釈学や法解釈学といった様々な個別解釈学の分野を超えて、日常言語までを含めた言語的所産の理解に関する原理についての一般解釈学の理論を提唱し、解釈学の祖ともされる。 ドイツ観念論の時代に生きた彼はイマヌエル・カント、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルらの思想を批判することによって自身の独自の思い体系を作り上げていったが、生前にその体系が明らかになることはなく、哲学者としての業績より自由主義進学の進学者としての業績が評価されていた。彼の哲学体系の中核には弁証法があるが、 それは、ヘーゲルのそれとは異なり、あくまで対話に基礎を置くものであった。彼にとって、歴史的に制約された人間の知的な営みである。学とは、相対立する二つの命題を一つの原理に基づき、使用し、閉じた体系を作り出していくようなものではあり得ず、二つの命題は常に対話関係にあって、その時々の良識の中で適切な決定を図って移行するものであって、 それは常に改良を加えることのできる終わりのない開かれた体系なのである。解釈とは異質な言説の理解であるが文献学における解釈の対象はギリシアローマの古典に限られあるとによれば古代ギリシアローマ時代の作家の思想を後の時代に生きている者が理解できるのは二つの時代をつなぐ共通の精神があるからあり。 文献学的教養を積むことによって二つの時代の異質な言説の際は解消されるとされていた。彼はこのような限定的な技術的態度を批判し、解釈学の対象は古典作品に限らず、広く日常的な会話までを含むものとした上で、語るものと受け取るものの基本的な関係は精神ではなく言語であり、その基本条件を成す規則を 相互の完全な連関を含む形で抽出するのが解釈学の一般理論であるとした。そして言語はある時代のある語り手の言説の文法的側面のみならずその語り手の個性さえを踏まえた心理過程を経て言説が表現されるという心理的側面の二つの側面を有するから解釈もその二つの側面に即してなされるべきであるとした上で 直接に理解されるべき対象に向かってその個性を捉える予見法と理解されるべき対象を含む大きな普遍を設定し、その中で同じ普遍に属する他の対象と比較して理解されるべき対象の個性をろうとする比較法を用いて、その二つの方法の連続した循環の中から文体と作家の個性のそれぞれに二つの方向から肉迫することによって、 豊かな発展的理解の可能性を見出そうとしたのである。彼の伝記、シュライアマハーの生涯は、ビルヘルム・ディルタイの研究者としての症状作でもある。ディルタイは、シュライアマハーの一般的解釈学を単なる言語的所産を超えて、その背後にある歴史、文化、人間の生の表現を対象とする、精神科学の基礎理論に昇華させた。その後、 シュライアマハーアートデルタイの解釈学は、ロマン主義的解釈学であるとして、ハンスゲオルクがダマーによって批判されたが、解釈学の伝統は、マルティン・ハイデッカーの存在論的解釈学などを通じて、現在も哲学の一潮流として影響を与え続けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。